ショートカットするよりも普通の道通った方が敵出ないんだよね。結果早いんだよね。エンカウント率の問題。いいね、ダメージの底上げ。いいね、いやー、毒消しね、行く前に行っとけよかったって思う。おい、敵グループで出てこい。そういや、スーファミ版は夜ルーラーしたら朝になっちゃうのかな。ファミコン版はね、朝になっちゃうんだけど。とりあえずバブルスライム、毒消しを使いたくない。いいねー、いいねー、クマさん守備力低いね。勇者はね、装備整ってるからすごい守備力が高いんだけど、体力自体が低い。何よりレベルが低いから。驚き戸惑って、不意打ち不意打ち、めっちゃ強い。グループ攻撃、さあ行くぜ。ここのほとりに階段が、階段あるね。正直鷹の目はね、あんまいらないんだよね。だいたい覚えてるから。お、ここはイザナイの洞窟じゃ。じゃが階段は石壁で封じられておる。物理、何も見つからない。道具、魔法の弾を使う。ボンバーマンかな。もうちょっと離れようよ。ボカボカボカーン、もうちょっと離れようよ。近いって。ね、封印って物理的だからね。封印を解いた、物理。もはや封印は解かれた。あ、なんか宝箱あんじゃん。蓋の裏に文字が刻まれている。アリアハンより旅立つ者へこの地図を与え、地図を見たくば R ボタン、さらに R でより見やすくなるだろう。メタイ。あるイエーイ。これやっぱ自分が行ったところが埋まっていくタイプだよね。地図を埋めながら行こう。なんか右下にちょっと微妙なところ残ってるね。なんかこの地図見たことがあるような気がするな。いやー、どこかで見たことがあるような地図だな、ね、そう、結構アイテムがあった気がするんだよね。飛び降りたとこも入ってもあったかな。ほんと記憶って曖昧だ。とりあえず飛び降りよう。あった気がする。盗賊の花はないのか。あんなもねえや、嘘ついちゃった。で飛び降りるとここから。いけない、いけないね。左下の方が正解なんだよ。で大外回りしていくっていう。でもさすがに宝箱の位置までは覚えてないんだな。あっと、お化けありくい。とりあえず人面鳥先倒して、マヌーさんだけ気をつけとかないと。とっとった、よし、タカちゃん1、守備力高い。倒せなくなってきたな。さすがクマさん、頼りになる。で声をぐるっと回るだけでもない。こいつらだよこいつら。でもだからってなんかできるわけじゃない。先制で大ダメージ与えて倒すしかない。なんとか3体倒したい、攻撃される前に。あー、メラは痛い。そいつはもう終わってる。通常攻撃は大丈夫です。わざと画面端の方に行きたいわけだよ。毒消しそうだ。バブルスライムが出なければいらないやつだ。こっちが正解だったような気がする。だからわざと外れを向かって。アルミラージュは危ない。ラリフォー使ってみる。あー、結構強いな。ほら、ラリフォー来たー。
はい、みんな疲れてるんだね。そう、攻撃力はそこまででもないけどね。先制で使われるとさすがに厳しいものがある。確か一番上から行くのが正解だった気がするからね。こっち先行くか。ほらね、よし、確認ができた。赤ちゃんの攻撃で多分ほとんど倒せて、いいね、ほんと強いね、クマさん。守備力いい装備買ってあげないと。さあ早めの回復、簡単でいいや。やだ、私のパーティー MP 余裕ありすぎだもん。奥が正解だった気がする。だから外れから行きたいんだよね。お前らだよ、お前ら。殴れ殴れ、一匹でも倒せ。科学そいつじゃねえ、殴るのは。まあ二匹倒した。メラはやめて。クマさん守備力についたら魔法使いの攻撃で割と食らう。ねねねねねね。三。力6、素早さ全然上がんねえ。クマさんセクシーギャルにしようかな。とりあえず小さなメダルをね、あと5つ手に入れてからの話なんだけど、熱血眼ぐらいの方がいいかな。力メリメリに上がるんだけど全く素早さが上がらないのは厳しいな。 OK、 よしよし、メラルこれは香川くんを安全に早めに回復。おっと、落ちないよ。で、ここの右が多分、まあ、そこの落ちるところ。チャタピラーだ。こんなでっけえ芋虫、勘弁してくれよ。強い、強い強い強い。おおよよよよ、俺が9食らうだと。クマさんだと15ぐらい食らいそうだ。だな、つながったつながった、よし、つながったつながった、地図がつながるぜ。これが正解じゃないかな。じゃあ宝箱を探しに。イエーイ、聖なるナイフ。全員装備できるんだよね。俺だなこれは。俺の攻撃力ちょっと足りないし。で、銅の剣をクマさんに回す。やっと棍棒から剣に変わった。おりゃ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 。連続メラされると死ぬからね。一回でも多くお願いします。メラはやめて、メラはやめて、それじゃない。全員に攻撃されちゃったらもったいない。でもまだ MP はだいぶ残ってるし、薬草もある。タカちゃんの鷹の目消費ゼロだろ。 MP 無駄に高いんだよな。もうさすが一匹狼だけあるわ。もともとずっと一人で旅するつもりだったんでしょっていう。 MP 消費する技ねえけどな。ザッザッザッ。これ確かね、真ん中外れだった気がする。 OK、 でも宝箱あるかもしれないからね、あえて外れの方向に行くんだよ。初めてやった時はここ超不安だったな。外れに行ったらうわ外れだみたいなこと言ってた気がする。ナイスダカちゃん。いやー3体 OK、 さすが。そいつじゃない、そっちそっち。ラリホーされた。俺不眠症なのかなっていうぐらい寝ないな。ザッザッザッザ。はいはい、ギロマリー安心する。一番左。
魔法使い3匹やられる前にやるんだ。せめて1体は、もう1体もうやめられる。メラ使われる前にいた。何このエンカウント率。ちょっとさすがの驚きだったわ今のは。半歩ぐらいで出た。ラリフォー。ああ。これまでずっと起きてたからね。たまには眠ったっていいじゃない。わあ、もうはさ。ドッドッド。アルミラージかな。確かこの回で終わりだった気がするんだよな。満タン使っていいか。まだ32も残ってる。なななななな。成長率いいな。ヒットポイント7とか。ルカに薬草だ。むしろ勇者と戦士のヒットポイントの上がらなさがやばい。俺今一番ヒットポイントえぐいじゃねえか。あ、来た来た。ねえ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 。甘かむ。あ、すごいゆっくりだ。わーい、新しい土地に着いたぞ。ギリシャあたりだよねこれ。ロマリアだったか。お、まだ。ようこそロマリアのお城に。ようこそロマリアのお城に。二人もいらねえ。これは噂ですが、アリア藩の勇者がやってきて魔王を大事してくれるそうですよ。あ、俺だ。武器と防具の店だぜ。よし、鉄の槍、川の鎧、甲羅の鎧、鎖片びら、青銅の盾。青銅の盾もみんな装備できる。でもね、上の町まで行きたいね。上の町もね、結構いいもの売ってる。革の帽子、鉄の前掛けね、商人専用装備。魔王が世界を滅ぼすという噂のせいかもしれませんが、昔に比べて人々の心も乱れたものよ。嘆かわしいことだ。カジノだよねこれ確か。モンスター同士が戦う格闘場です。あら、よその国のお方ね。ロマリアでのいい思い出にどんどん稼いでいってね。 手には手に握るステージアムは50だよ。どのモンスターが勝つかズバリ当てればもうゲルゼ60。高っ。予想やって金だったっけ。5ゴールドですよ。たった5ゴールドも離れないのかい。帰れ帰れ、気が散るざます。せっかくだから1回ぐらいやっていこうか。もう勝ちっぱなしじゃ。よし、しずくちゃん、行けふが。今日はついてねえぜ。せっかくだから、一回ね、買っとこう、買っとこう。とりあえず5ゴールドね。絶対こんな、する人ないんだけど。ズバリ、キラービー、これ、気ありませんよ。60ゴールドだ。これ、運の良さで確か値段変わるんだったかな。俺の運の良さはね、12、9、17。運いいな。並び替えで確かね、運の良さで値段が変わるんだよね。あれ変わんねえ。ファミコンだけ。まあいい、とりあえず一回行こう。魔法使い、コウモリ男、キラービー。キラービーだな。でもコウモリ男も強いけどな。結局魔法使いのメラをね。さあお願いだ。シュ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 。うわ、魔法使いのメラは俺に来た。やめてやめてやめて。よし、左左左左左。よし、いやーきついか。あー、ダメか。ダメだ。畜生、お損こいたぜ。65ゴールドも損しちまったぜ。まずは巡ろう。宿屋。そんな MP 減ってねえ。
魔王が世界を征服するって本当かしら。とても信じられませんわ。信じなくても危ないんだ。小さなメタルはないのかい？後ろから、あ、持っている鍵では開けられそうにない。盗賊の鍵でも開けられないか。よその国の人だな。教えといてやるぜ。王様はお上司もんだ。気をつけるこったな。犬だ。うんうんうん。なんかあんのかい？特に何もない。ここ掘れワンワンではないのか。関係なさそう。ギース。口笛がうまく吹けるの。ボビア、どこ行ったんじゃ。そろそろ帰るぞ。画面の右端の方にいます。今度どっちを調べたかわからなくなるの困る。オッケー、6枚目。あと4枚とりあえず。世の中が武装になってきてるらしいね。せいぜい王様に頑張っていただかんとならんの。川の帽子。川の帽子、川の帽子。あ、いい加減熊さんの守備力。いまだにこの装備か。きっついな。でも体力はありますよ。安心してください。最大ヒットポイントは高いです。さあお城行きましょう。小さなメダルがいっぱいあることを祈って。てってってねねねね。もしアリアハンから参られたお方ではお待ちしておりました。神田田のイベントかな、ここ確か。たっ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 たん。ここは宝物か。覚えとこう。最後の鍵を取ったら来よう。アバカモを覚えたらって思うんだけど、魔法使いねえからな、そういや。アバカモを覚えるのは賢者かな。お、なんか捕まってるね。うるせえな、俺はガンダダの仲間じゃねえって何度言ったらわかるんだ。お、お前誰？俺はてっきり、この城の兵士がまた聞きに来たのかと思って。神田だってのはな、俺なんかよっぽど悪人だぜ。シャンパーニってどうに古文を集めて住んでやる。自信があるならやっつけてやるよ。この城、牢獄が上の方にあるんだね。普通地下だよね。景色がいい最上級スイートルームの可能性ありだ。北のカザーブから来る途中、魔物に襲われて荷物を落としてしまいました。ロマリアに着いたんですが、商売上がったりですよ。ちゃんと傭兵雇わないからそんなことになるんだよ。スゴロク剣。わしの息子は遊びすぎてな、王様になってもその癖が抜け、困ったやつじゃ。あ、先代の王様、先王様、ずるっこの本、ずる賢いになるんだったな。まあ今のやつ悪くはないんだけど、ね、ちょっとクマさんが脳筋すぎてね、もうちょっと素早さが欲しい。守備力が。お、兵士の詰め所かな。この辺りは特に魔物が増えているようだ。東には恐ろしい怪物が。まずは北だ。まずは北を迎え。来た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 、服が来た。来た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 、春が来た。来た来た親父。ここの地下は何が待って。あ、見た。さあ王様に会いに行きましょう。会いに行こう、会いに行ってみようと。これはアリアハンのお方、よくぞ参られました。私は風のささやきを聞きました。あなたも聞きますか。カザームの村の遥か西、シャンパーニの塔がそびえているよ、そびえているよ。どうか我が王の頼みを聞き届けてくださり。アリアハンは美しいところと聞きます。人々の心も美しいのでしょうね。話しかけられない。よくぞ来た。オルテガの噂は我らも聞き及んでおるぞ。次のレベルに上がるにあと4ってすぐじゃん。クマは245じゃ、ガガは417じゃ。タカ、あれ、タカちゃんと順番間違ってる。冒険の承認セーブしてやろう。お願いします。はい、では頼みがある。カンダトという者が金の冠を奪って逃げたのじゃ。取り戻せたら勇者と認めよう。アラビか。わかった。金のね、冠結構守備力高いんだよね。
てかね、これマップ見るとね、俺昔アリア藩はオーストラリアだと思ってたんだけど、オーストラリアじゃねえな、ムー大陸かなんかか。まあ火山部まで行きましょう。満月草な、誰が持つかって話なんだよな。素早さの速いタカちゃんに持たせるか。でセーブもしたし、オッケーだな、行きましょう。カザーブのがいい装備売ってた。あー夜が近い、これは厳しいか。寝て朝にしよう。レベルあと4ぐらいで上がったね。おーポイズン堂々魔法使い、しかも不意打ち、やめてやめて。これはあれだな、どうせ宿屋で寝るからポイズン堂々を先に倒そう。メラの食らったのはね、ポイミ宿屋で OK でレベルアップ。夜はねエンカウント率が高いから昼に行きたい。41力5、2フラム消え去れ、2フラム。2フラムはね、夜更けまでようこそ。高っ。2フラムを使うと経験値がもらえないからあんまり使いたくないんだよね。ゾンビ系に効きやすい。